さあ5分をなりました。第3レースのスタートです。さあまずはゆっくりと1番の池川、7番の川上、中四国勢が動きました。7番の池川か1番の川上か、1番車の池川瑠衣が誘導との距離を縮めていって、7番の川上周平はマークへと入りました。2番立石拓也が3番手、6番の下浮コーチ、そして3番吉田元樹と続いて、後方には4番の川又裕樹、最後尾5番車長野文秀の序盤戦です。6番の下浮、そして4番の川又、それぞれ位置を上げていきまして、中段に九州ラインが出来上がります。後方には3番の吉田、5番の長野の関東勢、2対3対2でどうやら初手のポジションは固まったようです。さあ2周回目と入ります。先頭1番の池が軽いスタート牽制を受けまして前取りへと出ていきました。準決勝戦宮崎を3度しつつ土田を抑えて同期対決花を切りました。追っていくのは7番の川上、初日1着を取っています。6番の下浮浩二は初手3番手、準決勝中段を救った岡山コンビにしてやられるという展開でありました。追っていくのは4番の川又裕樹、昨日の競争3番手マークでライン上位独占へと導いています。2番の立石はこの南九州同志部コンビの後ろついていきます。そして3番の吉田が6番手から位置を上げていきます。競争はいよいよ3周回目。3番の吉田、展開によるものながら今節いまいち目立ってはいません。今日こそはというレースでありましょう。さあ関東勢が前を抑えていきまして、中四国勢は現在は中段のインコース、ただ6番の下沖はどう出るか、スーッと車を進めていきまして2コーナーからバック、さあジャンで先頭を立ちました。九州ラインがまずは先手を打っていって、3番の吉田は車を引いていく。さあ1番の池川ですが、現在は中段位置の4番手の外、さあ中段が関東勢、そして中四国勢と並走か、いや中四国勢は後方60番手に車を下ろして最終周回です。さあ6番の下沖がかけて、さあ3番の吉田が中段4番手からまくっていく。2コーナーからバック、さあ番手4番の川又が迎え撃つブロック、さあ4番の川又強烈なブロック、そこから前へと踏んでいきまして、5番の佐野が川又のスイッチ、2番の立石、そして外1番の池が伸びてきますが、さあ4番の川又を終盤すくって5番の佐野か、どうでしょうか、5番の佐野か4番の川又か。第3レースは A 級特選です。6番の下沖かけました。そして中段をキープの3番の吉山時がまくって、ここに4番の川又ブロック、止めつつ出ていくという展開を、5番の佐野が川又の後ろに切り替え、そして終盤内をすくって、5番の佐野が1着です。2着は4番の川又、そして3着ですが終盤縦に踏んでいきました1番の池川。決定までしばらくお待ちください。第3レースでした。